皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今日これを撮っているのが3月5日の午後になるんですが、3月1日にね始まったアマゾンの新生活セール、いよいよね今日で最後になりました。でうちの動画でね何本もおすすめセール品の動画上げてきたんですけれども、今回がもう最後になるんですが、最後ですね、僕がセールで購入したもの、これをね開封してご紹介していきたいと思います。まあ点数的にはね少ないですし、まだね今の段階で届いてないものもあるんですけれども、ひょっとしたらねお買い物の参考になるかもしれませんし、あとね今回購入したもので僕はねどんなことをやりたいのかといったあたりもねお話していきたいと思います。それではね始めていきましょう。はい、ということでね開封しながら購入したものをご紹介していくんですが、今ねここに見えておりますけれども、現段階で届いてるのってこれだけなんですよね。でちょっとね他にまだ届いてないんですが購入したものを先にね紹介しておきます。はい、まず1つ目、これですね。もうね数日前からちょっとねこれはやばいなっていう状況にだんだんなってきたので、目薬を購入しました。花粉症対策ですね。花粉症ハウスダスト、そして目のかゆみ充血にということで、こちらのねアイリス AG ガード、ストアフロントの方にもね入れてあったんですけれども、僕もね購入しました。こちらがですね今なら 49% オフの684円となっております。はい、2つ目もねまだ届いてないんですけれども、やっぱりね花粉症対策ですね。アレジオン購入しました。で今年はね去年よりは花粉少なそうだし、薬飲まなくても大丈夫かなと思ったんですが、昨日おとといあたりねドーンと一気に来まして、くしゃみとかね鼻水も出始めましたので、もうやっぱりちょっと用意しておこうということで購入しました。で一応ね24錠入りのタイプで 55% オフ1770円で購入したんですけれども、こちらもねまだ届いておりません。はい、それから3つ目、これですね。カスガ金星キョンセームという革製品なんですけれども、これはねセール価格にはなっていないんですが、リピート購入させていただきました。2回目の購入になります。でね、これが多分3年ぐらい前に購入したものなんですけれども、これ何かというと、 iPad 系の YouTuber でね有名な平岡さんが iPad とか iPhone とか、要はタブレットの画面ですね、それを拭くのにすごくいいんだということで紹介されていて、で実際僕もね使ってみたらこれ抜群に良かったので、ずっとね使い続けていたんですよね。ところがね最近そういった、指で操作する iPad とかスマホですね、画面を拭き取るものとして、こちらですよ、エレコムさんの超強力クリーニングクロス、これがもうすごい人気になってますよね。実は前回のセールの時にこれお試しで購入してたんですよ。だけどね未開封なんですよ。使ってみようかなと思ったんですが、どうせならばこのキョンセームですね使い込んでるんですけれども、こちらとね比較の動画を撮ってみようと思ったわけですよ。だけれどもこのね僕が使ってるこのキョンセームってもう 2,3 年使っていて、で何度か洗濯したんですよね。で洗ったらこの革ですのでパリパリになって、こうやってほぐしているうちにだんだんね元の柔らかさにはなるんですけれども、若干ね拭き取り能力が落ちたかなっていう感じを受けたんですよね。でそこで、このキョンセームねすごく気に入っているので、またねリピ買いしようと決めていましたし、新しいものを購入してこのねエレコムさんの話題のクリーニングクロスと比較してみようというふうに思って、今回ねキョンセームリピート買いさせていただきました。ですがなぜか知らないけどまだ届かないんですよ。昨日到着予定だったんですけれども、今日いきなりですね3月8日に到着というふうに表示が変わっておりまして、ちょっとね残念なんですが、今ねちょっとお見せできません。いずれねまたこのエレコムさんとの比較動画ね撮ってみたいと思いますので、そちらの方ね楽しみにしていただけたらと思います。ちなみにねキョンセームを大々的にプッシュしていた平岡さん、最近の動画見たら全面的にこちらに乗り換えましたっておっしゃって、それはないよ平岡さんと思ったんですけれども、こちらの方もねそんなに高性能なのか拭き取り能力高いのかっていうことでちょっとね楽しみにしております。はい、ということでここまではねまだ届いていないものなんですが、ここからね開封していきたいと思います。でまずは、こちらの大きい袋封筒のものからいきましょうか。はい、ではいきますよ。オープン、ちゃっちゃ、あらよいしょ。はい、ではまず1つ目なんですが、こちらですね。はい、CIO さんの15センチの短い柔らかいシリコンケーブルですね。そしてこれとセットで
はい、こちらですね、カラビナ付きケーブルホルダーになります。でこの2つね、以前この動画で紹介したように1回お試しで購入しておりまして、で良かったのでリピ買いとなります。2つ目のセットですね。でこちらね、何に使いたいかというのを前のね動画でもお話したんですが、小さいね CIO さんのモバイルバッテリーと組み合わせて使いたい、持ち歩きたいというのもあったんですが、もう一つあるのは、同じく CIO さんのポラリスキューブウォールという壁コンセントにね挿して使う充電器ですよね。そちらと組み合わせて移動式の充電ステーションを作れないかと、はい、ということで、そのね移動式の充電ステーションと一緒にですね使うのがこれいいんじゃないかということで、まあ、リピ買いさせていただきました。で今ねここにエレコムさんのクリップタイプの、まあ、電源コードというか延長コードがあるんですけれども、これと CIO さんのポラリスキューブを組み合わせて、まあ、どこにでもね持って行って充電ステーションとして使えるようなセットができないかなということをこちらのね紹介動画で話したんですけれども、この時にこれですよ、カラビナがついてますので、これのねどこかにケーブルをですねくっつけて持ち運びするといいんじゃないかというふうに思ったんですよね。で今回これ1本追加で購入して実際ねやってみようということなんですよね。まあ、以前のね動画では、ここにですね収納時引っ掛ける穴があるので、ここにカラビナを、まあ、こういうふうにですねかましてもいいかなというふうに思っていたんですけれども、もう一つ購入したものが今話したこととちょっと絡んでくるので、先にね、そちらも開封してみたいと思います。はい、それがですね、はい、こちらになります。じゃじゃん、これねナイトアイズのエスビナーというものなんですが、 S 字タイプのカラビナになります。でこれもですねいくつか目的があって購入してみたんですよね。でシルバーとあとこういうねカラフルなものもあるらしいんですが、今回ですねブラックのものだけがお安くなっていて 17% オフ864円となっていたので、こちらをねとりあえずお試しで購入してみました。はい、でこれね、開けていきたいと思いますけれども、あ、思っていたよりもかなり小さいですね。はい、こういうものになります。でこれね S 字フックになってるんですが、この真ん中のところねつまみみたいなのがあるんですけれども、これがねロックになってるんですよ。これを多分回すんですけども、こうか、はい、こういう風に回してやると物をね入れられるようになります。でこれのね購入目的、まず一つ目なんですけれども、はい、それがこちらになるんですが、これね僕の家の鍵と車の鍵のセットなんですけれども、このね真ん中のこの S 字のカラビナですね、これ雑誌のダイムか何かの付録についていたキーホルダーを流用してるんですが、これがですねもうなんかちょっとおかしくなってきて、ここね止めている金具、これがねポケットの中に入れてるとこういうふうに外れてしまって、鍵がね勝手に散乱するということが多発するようになりまして、じゃあということでこちらをね購入しました。なので購入の目的の一つ目が家の鍵と車の鍵をまとめるというものなんですけれども、ちょっとやってみましょう。思っていたよりもかなり小さいんですよね。はい、あ、いい感じですね。うん、ちょっとシルバーがやっぱり欲しかったかな、黒が合わないかなというような気はするんですが、まあまあこれはいいかなという方に思います。そしてポケットの中でね外れないようにここにねロックがついておりますので、これをよいしょカチッとやってやって、これでもう絶対外れないんですよね。うん、あ、これなかなかいいじゃないですか。はい、そして試してみたい2つ目の目的が先ほどのこれと関わってくるんですけれども、エレコムのねこの電源タップ、クリップタイプのものとポラリスキューブを合わせて移動式の充電ステーションを作るときに、このケーブルをね引っ掛ける場所がなかったんですけれども、それがねこれでできないかということなんですよね。はい、エレコムさんのクリップタイプの電源タップのここですね、この穴にナイトアイズのこのカラビナをつけることができれば、これにこの CIO さんの短いケーブルをぶら下げていけるなと思ったんですが、ちょっとこれ小さすぎますね。うん、これ届かない。残念。これは使い方できないみたいですね。もう少し大きいものにしたいと思います。で、あとね、もう一つ試したいことがありまして、
それがですね、今レビュー用に提供していただいていて、紹介動画ね、作るためにちょっとね、今お試し使用中のものがあるんですが、はい、それがこちらなんですよ。エイブルキャリーさんのマックスバックパックという30リットルのリュックになるんですが、これね、旅行用のリュックで、いろいろね、細かいところを見てるとすごくね、工夫されてるんですよ。で、このね、S 字のカラビナを何に試したかったかというと、で、このね、エイブルキャリーさんのバッグのこのメインのファスナーですね。これね、ここ穴が開いてるでしょ。2つ重ねると、ここにね、鍵を通してロックできる穴が使えるんですよ。で、ここにね、このカラビナ入れてやるわけですよね。お、入る入る。で、このカラビナ、真ん中にね、ロック機構がありますので、これでパチッと止めてやると、ちょっと見えにくいとは思うんですが、はい、これで簡単に開けれなくなるんですよね。まあもちろんね、鍵ではないので、完全にロックという状態ではないんですが、多少なりともね、防犯対策になるんじゃないかなと思います。これ使いますね。はい、ということで、ナイトアイズのね、S 字のカラビナ、使い方3つ試してみたんですけれども、想定していた3つのうち2つはね、なんとかいけそうですね。はい、次行きましょう。次はですね、これセール品ではなかったんですが、ちょっとね、購入してみました。はい、こちらになるんですが、よいしょ。これね、ご覧の通り四角い水筒なんですよ。ノート型ボトル、メモボトルと言います。で、サイズがいろいろあるんですが、僕はね、A6 サイズを購入しました。で、これなぜ購入したかというと、これもね、動画制作のために今ね、お試し使用中のものなんですが、同じくね、エイブルキャリーさんの、今度は小さいバックパックです。13デイバッグというもので、要するに13リットルの小さいデイバッグなんですが、ここにね、水筒とかペットボトル入れるポケットがあるんですよね。で、実際ね、これ600ミリリットルのペットボトルなんですが、まあ、十分入るわけなんですよ。あるいはね、これ、ちょっともうボロボロになってるんですが、500ミリリットルクラスの水筒なんですが、もちろんね、十分入ります。ただね、この全体のバッグの大きさに対して、ちょっとね、大きいんですよね。で、しかもこれを入れると、このバックパックの本体スペースの方に、ゴボッとね、こういうふうにへこむわけですよ。容積をね、取ってしまうんですよね。で、この小さいバックパックにちょうど合うようなおしゃれで、なおかつね、薄型の水筒ないかなと探していたところ、こちらですね。僕もね、バックパック好きなので、よくね、拝見させていただくんですが、リュークカバンの人というチャンネルですね。で、このリュークさんが、エイブルキャリーの13デイバッグに、こちらのね、水筒を入れているのを見て、あ、これ OK じゃないかっていうことで、真似してですね、購入してみました。はい、ではね、開封します。よいしょ。おお、綺麗だな。これね、一応プラスチックのはずなんですけれども、こうしてみるとなんかガラス瓶みたいでなんか高級感ありますね。はい、では取り出しますが、よいしょ。へー、あ、おしゃれ。本当に何の飾り気もないんですが、サイズのね、A6 っていうのが書かれているのと、あと、裏側にメモボトルという風なロゴが入っているだけで、何の変哲もないというか、それがかえっておしゃれな水筒ですね。で、一応容量的には375ミリリットルということなので、まあ、ちょっと太めの缶ジュースあるじゃないですか。あれ1本分よりちょっと大きいぐらいかな。まあ、それほど多くはない容量なんですが、このサイズであれば、はい、先ほどのリュックですけれども、今入れていた 500ml の水筒よりもここに合うんじゃないかということなんですが、お、このポケットの幅ぴったりですね。そして深さも、あ、いい感じですよ。こっち向きの方がいいのかな。ああ、いい、いい。あのね、ギリギリ入るぐらいですよね。本当に測ったようにこのポケットにぴったりですね。あ、これはいいわ。このリュックね、一応ポケットのこの上側も少しね、空間があるので、ガバッと入れて、ちょっとこう被せてやると、ほら、すっきりしますよね。
これはなかなかいいですね。このリュックにぴったりの水筒だと思います。はい、では最後こちらの箱なんですが、これはですね、はい、これですね、航空洗浄機ジェットウォッシャーというものなんですけれども、メーカーさんがアンウェールなのかな、カズチャンネルのカズさんがおすすめしていたので、こちらね購入してみました。まあ、僕もですね、夜年並みには勝てず歯茎がだんだん後退していってるなというのを実感しておりまして、で歯茎を鍛えるという意味でちょっとねこれ使ってみようかなということでお試しでね購入してみました。あ、包んでくれてる。はい、オープン、じゃーん。おお、意外とコンパクトですよね。でちょっと開けてみましょうか。よいしょ、いろいろ入ってる。はい、まずこれがあの先のノズルの替えですかね。バリエーションがいくつか入っている。ん、同じかな。細いものが3種類と、あとこのお玉のようなものが1つ入ってますね。それから保証関係のカードで、取説は日本語で書かれております。であとこれね、充電式らしいので、充電用のね USB タイプ A2C のケーブルが1本ついております。はい、では開けましょう。オープン。おお、あ、なるほどね。うん、こうして見ると結構大きい感じがしますが、ここが水のタンクで、ここからね水入れて、でね、ポンプになっていて吸い上げて、ここから吹き出すんですが、ここに先ほどのこれですね、ノズルを、これは差し込むだけですかね。はい、カチッて言いましたね。で多分バッテリーはないと思うんですが、おお、動いた。なるほど、こうやって使うんですね。はい、でこちらはね、まあ今日からちょっと試しに使ってみたいと思います。まあ、この製品に関しては健康に還元する製品ですので、いや、めっちゃ効果ありましたとかってなかなか言いづらいものがありまして、まあ、今夜からね使ってみようとは思っているんですけれども、もう明らかに効果があった、目に見えて良くなったっていう時にはね、紹介動画作ってみようかなと思っております。はい、ということでね、今回の Amazon 新生活セールで僕が購入したものを全部ね紹介してきました。セール自体は明日の日付に変わるまで、ギリギリまでねありますので、まだねお買い物済んでないという方、ぜひね楽しい買い物をしていただけたらと思いますし、その際ね、もしよければ僕が作ったおすすめセール品の紹介動画等ね参考にしていただけたらと思います。この動画が参考になったよという方は、応援の意味を込めて高評価をしていただけるとすごく嬉しいです。またチャンネル登録まだの方ね、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。